が切っちゃった。これ1本で取ったかったから。でもいいや、分化させようよ。長田市の2年だ。10分。お、ここで、いや、やめた方がいいかな。うん、やめた方がいいと思う。今日交通量あるから、そもそも前の車が行ってないのに行っちゃダメだよ。前の車に行っちゃった。いや、やめた方がいい。事故るよ。上りすげえ止まっ、絶え間ねえからな。日陰だからちょうど涼しくていいです。あ、疲れた。まだあの富士山ナンバーと一緒だったのに気づいたな。しょうがない。別にしょうがなくないけど。上等の沢、神と沢、真っ黒。気持ちいいよね、ここの旅館見てるな。うん、おピクッとする。めちゃくちゃ暑いな、ここは。なんもねえじゃん。旧街道のね、ハイキングコースも楽しそうなんだよね。バー街道、何でる街道。じゃあ行きます。おばみのね、おばみのね、オッケー。おでぶちゃ ん, ちゃん、おでぶちゃん、どうしてそんなにおでぶちゃんと。おばみのね、いや、あつめ足がここの渡り合いのすぐ近くにあるあるよね。どんだけせっかちなの。周知みたいなもんね。そう。デブっかち。やべえなこれ。やらかしたな。失敗こいた。ちょっとしんどい。熱くなってきたしかも。戻る？いやいい。こっから七曲がりまで戻るな。無理。バーって言われてるって思ったもんね。あ、何イルさんって言うの。俺バーって出てたって開けてくれよ。どうして、なんかでもバーバーバー間もなく斜め左方向、はい、だったな。こっちそんなこの時間で帰りルートで混むと思わなかったね。意外に混むね。うん、絶対反対が混むと思ったら、ね、こっち側わかるよ。うん、おかしいな。実際混んでたけど、どっちも混むのか、ね、チンポ欲しい。うん、食べる。うん、なんで食い方出すの。ちょっとこれチンポが必要じゃん。これ芋虫のデザインなのか、このチンポ。あー、わ
高校生で見たこれ、なんか芋虫みたいに見るじゃん。本当だ、顔あるっていう感じだよ。ケロッピーみたいな。キラさん逆で見てたからずっとそれ、うん、上下逆さで見てたから。でもそれわかんねえって、もうアートだよそんな。ポンチコって感じじゃん。斜め左方向です。頭でリーチ。ここ通らないね。あ、ここでアイス買ったのか、さっきの。これどっちも美味しいな、今日。でしょ。顔はあったんでしょ。ずっと探さで見てたの、うちら。あそこで寝よう、また開かずで。あっち。ケロカツしてないの。え、要は牛丼食ってみようかなって思ってる。うん、まあ、ちなみに今バス止まってるかしら。うん、バス停だからしょ。ピンクと紫のです。うん、で違うのかな。同じにしか感じられない。考えた、びっくりした。
わうわファイターうわー